飲んで痩せるリンゴ酢レシピをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄内のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢ドリンクで痩せることができるのかというその痩せるポイントをお伝えしていきます。3つあります。1つ目は腸内環境が整うからなんですよ。リンゴ酢を摂ることであなたの腸内環境が整って、結果根本的な痩せ体質へとあなたは生まれ変わることができるんですよ。とっても大切なことです。この根本的な体質を手に入れていないのに、どんなに頑張ってダイエットをしたとしてもですね、それはやはり長期的な成功には結びつきません。必ずその先にはリバウンドが待っています。なぜかというと、太ってしまうデブ体質のままでどんなことをやっても結果やはりそちらの方に戻ってしまうわけですよね。なので根本的に一時的に痩せるだけではなくて、しっかりとこう長期的にですね、痩せる体質を手に入れることが大切なんですよね。どういうことかというと、あなたの腸内には腸内細菌たちが住み着いています。でその良い悪いがあるんですよね。で良いのはやはり痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがとても種類が多くて元気で、いつまでもあなたの腸内にもうここ最高ってね、住み着いてくれる、もう永住してくれるような環境があれば、あなたは自然と痩せ体質になれるんです。ところがその逆、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちがもううよいよいて、ものすごい種類でもうですね、あちこちにもう我が物顔でいるような状態であると、痩せ菌たちが暮らせないんですよね。怖いって逃げちゃうわけです。もう俺たちの場所だみたいな感じでですね、悪さをする。そのような環境になってらっしゃるようであれば、痩せることがね、できないんですよ。ですからまずはあなたが健康的で綺麗に痩せたいんです先生って思いがお強いって、お強いのであればですね、やっぱり腸内環境をまずは整えてあげることがもうこれは大前提です。では2つ目です。代謝を促進してくれます。これ大事ですよね。もう私たちはですね、もう年齢とともにもうこのどんどん代謝が落ちていくわけです。もう残念、もう本当にね、まあ、悲しいんですけれども、これはある程度仕方がないことです、まあ、自然なことですよね。年を重ねれば自然と代謝は落ちる。なので普段通り暮らしているのに、食べているのに、なんで最近太ってきたんだろう私っていうあなたは代謝が落ちているからです。その代謝をやはりしっかりと底上げするためにも、このドリンクを使うとアップすることができるんですよね。そして3番目です。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果がとても大きいんです。嬉しいですよね。やはりいろんな条件が重なってしまって、まあ、今に至ったこの体重ですよ。これをやっぱり放っておくわけにはいかないですよね。もう自分の人生史上もうマックスの体重ですっていうあなたはもう嫌ではないですか。なんとかしたいって日々頑張ってらっしゃると思うんですよね。でもなかなか結果が出ないという時は、やはり今まで溜め込んできた脂肪があるからこそ、あるのにまた食べるとそのカロリーをですね、エネルギーを食べたもので補えてしまいますから、溜め込んだ脂肪をエネルギーとして使い込むぞっていうね、状態にならないですよね。だったらやはり溜め込んできた脂肪をデトックス、まあ、燃やして消費していく必要もありますし、これ以上その脂肪を溜め込まないようにするっていうのも大事ですよね。ですからまずは溜め込んだ脂肪も捨てること、そしてそれ以上脂肪を溜め込まないこと、この二刀流、二本立てでやっぱり取り組んでいく必要があるんですね。その時にこのリンゴ酢のドリンクがとっても役に立つわけです。では2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回あなたにお伝えするその痩せるリンゴ酢のドリンクの材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきたいと思います。やはりベースはリンゴ酢になるんですよね。でたくさんねお酢って世の中にいっぱい
ぱいありますよね。黒酢ですとか玄米酢とか純米酢とか、そういったお酢たちももちろん効果はあるんですよ。ただし健康的でその痩せるっていうその、まあ、フォーカスダイエットということにフォーカスしますと、やはり一番効果が高いのはリンゴ酢と言われています。その理由をお伝えしていきますね。リンゴ酢が持つ脂肪燃焼効果ですよね。脂肪燃焼を促進してくれる効果があったり、その結果基礎代謝がアップして、結果あなたは脂肪がつきにくくなる体質へとなれるということなんですよね。でまた太るもと糖質ですよね。その糖質を取った時に血糖値が急上昇します。その血糖値が急上昇したこの幅の間にそのたくさん脂肪を溜め込んでしまうわけですよね。なのでポイントは急上昇させないこと、緩やかに穏やかに、まあ、ゆっくり亀さんみたいな感じでこうゆるゆるとね登る方が、その間脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけですね。その血糖値の急上昇をこのリンゴ酢が抑えてくれるんですね。はい、そして先ほどお酢の中でもなぜリンゴ酢が一番ダイエット効果が高いでしょうかっていう、その理由は酢酸の働きがポイントになってくるんですね。この酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢なんです。そのことであなたの腸の動きがねとっても良くなるんですよ。もう加速するわけです。腸が疲れ果ててしまってはね痩せることができません。腸がしっかり動いてくれるからこそ、腸内がきれいでピッカピカだからこそ痩せることができるという、その条件をこう掴むことができるんですよね。その時にこの酢酸が非常に役に立ってくれます。でまたリンゴ酢が持つその満腹感を、ね、得やすいので、暴走してしまうあなたの食欲を抑えてくれるんですよ。例えばいかがですか、あなたは生理前に食欲がもう止まらないって、もうなんで生理前になったらこんなにね、普段はそんなにないのに甘いものが欲しくなったり、脂っこいものがもうバクバクってね手が伸びますないですか。そういった時にはこのリンゴ酢を飲むことで暴走する食欲を抑えることができますから、そういった時期にも取り入れていただくと丸です。そしてむくみ改善効果もあります。カリウムがねとっても豊富なんですね。なので、まあ、体重が減ったとしても水分代謝がうまくいかないと結果見た目が太って見える、そんなのって嫌ですよね。その時にしっかりとこのリンゴ酢を取ることでキュッと見た目も絞っていきましょうということになるんです。はい、そして皆様からですよくあるご質問があるんですけれども、先生ってそのリンゴ酢ってどんなリンゴ酢がいいんですかっていうねコメントとっても多く、 YouTube のコメントであったり LINE からですね寄せられておりますので、あなたにも、まあ、復習も兼ねて初めての方にもね大切だと思いますのでお伝えしていきますね。リンゴ酢といってもねいっぱいあるんですよ。もうスーパーに行かれてみてください。もうリンゴ酢の種類いっぱいあります。でもその中には太る、逆にですね太ってしまうリンゴ酢も置いてありますから気をつけてくださいね。で詳しく知りたいなっていう方は、私が別動画でそのこのリンゴ酢を取ると太りますよっていう動画をねアップしてますから、この動画を見終わった後にチェックしてみてください。でざっくりまとめて言いますと、痩せるリンゴ酢のポイントは原材料がリンゴ果汁 100% のみでできている、もうたった一つだけでできているリンゴ酢を選びましょう。そうすると、まあ、ブランドに問わずまずは間違いないと思います。そしてできれば有機栽培や JAS オーガニック、そういった良質の栽培方法で作られた良いリンゴ果汁を使ってあるリンゴ酢がさらにいいです。でまたもちろん無添加ですよね。例えば香料、着色料、保存料とか甘味料とか人工甘味料とか砂糖とか余計です。そういったものが入っていない純リンゴ酢を選んであげてくださいね。では次の材料の痩せる効果です。蜂蜜を使います。よく蜂蜜というと、先生あの甘くて、ね、カロリーが高くて逆に太るんじゃないですかというご質問も多いです。もちろん摂りすぎてしまってはカロリーオーバーですから NG ですよ。ただ適量であれば逆に痩せ効果を得ることができるんです。例えば蜂蜜が持つ脂肪燃焼効果、アミノ酸が豊富に含まれていますから、逆にあなたのためこそ脂肪を燃焼促進してくれる効果を得ることができます。でまたオリゴ糖やグルコン酸が入っていることで、なんと腸内環境を整うことができるんですよね。腸内環境が整えばあなたは痩せ体質になることができますよってお話をしましたね。
そしてポリフェノールが豊富なので、こちらも脂肪燃焼効果が高い成分になります。そして最後、なんといってもね、栄養価が高いんです。痩せるためには栄養不足ではダメですよ。栄養不足になってしまいますと、痩せるホルモンを作る材料がないわけですから太ります。なので食べながら痩せるって大事。その食べながらっていうそのメニューが大事。それは何かというと、腸活メニューイコール腸を整える食材を摂ることがとっても重要なんです。その一つがこの蜂蜜になります。では最後の材料です。オレンジを今回使っていきます。もうとっても爽やかな、ね、ドリンクになります。お楽しみにお待ちくださいね。オレンジもですね、実は脂肪の蓄積を抑えてくれるイノシトールという成分が含まれていますから、適量を摂ることで脂肪の蓄積を抑えることができます。また便秘改善ですね、お通じ便通の改善効果もありますし、血中のコレステロール値も下げてくれることができます。そして免疫力がアップします。フラボノイドが含まれていますから、今大事ですよね。免疫力を落としてしまうと、いろんなウイルスにかかりやすくなってしまいますよ。なのでしっかりとあなたは免疫力も上げる必要があります。でこの免疫力を高めるためには、腸内環境が非常に強く影響しているんですね。なぜかというと、免疫細胞の全体の約 7,8 割がもう腸内にいるからなんです。ですからあなたの腸が汚れてしまうと、免疫力も下がってしまって、ウイルスにかかりやすい病弱な体になってしまいますから、ぜひご一緒に免疫力も上げて、しかも痩せていけばもう二重丸ですよね。ではお待たせしました。最後3つ目の項目、どのようにということで、今回あなたにお伝えするレシピはオレンジサワードリンク、リンゴ酢を使った痩せるドリンクになります。まず材料をお伝えした後に作り方をご説明します。でその後に実際私が作っている実演の動画もご準備しておりますので、あなたが作る時にぜひお役立てくださいね。そして最後、痩せる効果的な飲み方までお伝えして終わりたいと思います。ではまずオレンジサワードリンクの原液の材料になります。まず先ほどお伝えしました痩せるリンゴ酢を選びましょうね。純リンゴ酢 200ml に対して蜂蜜が大さじ3、そしてオレンジが1つです。そして割る時には天然水を使いましょう。決してここで水道水とかね使わないでくださいね。また砂糖が入ったような炭酸水割るとか、そういったのは太ってしまいますからやめましょう。なので天然水、もしくはどうしても方は無糖の香料とかが入っていない、本当に水と二酸化炭酸だけでできている炭酸水を選んでいただければ良いと思います。 200ml、まあ、1杯分という形になっていきます。ではここから具体的な作り方をお伝えしていきます。一つ目、オレンジは、まあ、皮を剥いてですね、その中の薄皮も取っていただいて、果肉だけの状態でご準備ください。2つ目、保存容器、できればガラス瓶でピシャッとこう蓋がねできるものを選びましょう。の中に全ての材料を入れて、まず半日常温で置きます。そして半日置いたら冷蔵庫に移してください。そしてね、すぐにはねちょっと飲めないんですよ。1週間ぐらい待ちましょう。毎日1日1回は浴槽瓶を振って混ぜていただいて、1週間経ったら完成です。その原液を使って最後4番目、天然水や、まあ、炭酸水、無糖の無香料の良い炭酸水で割っていただいて、200ml に対して大さじ1の原液で十分です。それを割って飲んでいただきますと、とっても美味しいオレンジサワードリンクの出来上がりになります。ではここから実際の実演動画をご覧くださいね。どうぞ。
かがだったでしょうか。今回はもうこの暑い季節やってきますよね。にぴったりのもう爽やかなオレンジを使ったサワードリンク、あなたにお伝えしました。私は別の動画でもオレンジ以外にもたくさん痩せ効果の高いフルーツを使ったこのサワードリンク、また他にもリンゴ酢を使ったドリンクやレシピお伝えしておりますから、ぜひそちらもご覧くださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。